ずいぶん遅かったな、怪盗だ。いや、悪しき勇者たちよ。ようやく会えたな、魔王さんよ。あんたがみんなから奪った願い、返してもらうから。愚かにすぎるな。己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち、間違いなくプリンス・オブ・ナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うと、あいつらの扱い雑すぎだな。貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我による我のための世界。難罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間。この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚にあげて、よく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。ふん、貴様らその偽善を振りかざし、どれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなこいつ。ごたくはいい、さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと、貴様は恐れている。その偽りの玉座を奪われるのをな。なんだと？そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。いいぞ、そこまで言うなら見せてやろう、俺の真の力。思い知れ。この手で行く。なんかエネルギーが溜まってる。いけない、奴の執筆を止めるんだ。うわぁ、めっちゃパワーアップしたぞ。魔王の本気か。勢いをそがないと危険だ。弱点を狙ってダウンさせられないか。我は闇より暗き悪夢の落とし子、我が魂を今しめより解き放たん。ペルソナの勇者たちの、あくまで我の邪魔をするというのか。な、何言ってんだあいつら。新たな設定が加わったか。終わりだ。とにかくあの剣は有効のようだ。みたい。ダメ。とりあえずもっとぶつけとく。せや。おのれ、神の祝福を受けているのか。取れないな、魔王様。ともあれ、祝福属性が弱点みたいだぞ。我が力を受け続くわ。ジョーカーの追撃がヒット。切られ。ナイスジョーカー、弱点にヒット。さすがは怪盗団のリーダーだ。やつは俺を。こいつ強いぞ。凍結で弱点を作った。行くぞ、奪え。いい感じだ、この調子で行け。終わりだ。無駄な人間が
気を引くプリンスオブナイトメア。貴様ら人間ごときに倒せる存在ではない。我の軍門にくだれ。どうすれば命だけは助けてやる。あんたの手下になるなんてお断りだっての。それに魔王は勇者に倒されるって相場が決まってんだよ。虚栄を張る哀れな魔王夏目アン、貴様は俺たちが倒す。降りてきた。チャンスを逃さぬ攻撃だ。ブースラットル覚悟しなさい。鉄拳全開。まあいい感じだったのに。あいつの評価が解除されたぞ。攻めるなら今だ。うまい。ジョーカーさすが。ヘルソナうまく使って敵を巻き込め。超タイプだ。ノアール入れちゃってくれ。俺も見習おうとしよう。倒れろ。テリソナいただいていく。弱点にヒット。マルゲ。そこか。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。行くぞ。奪え。見せてやる、フォックス。
我は紡ぐ伝説の魔王。はい、その体すら見つかったか。いただいていくことは俺ら。文字通り化けの皮が剥がれたのね。このまま決めるわよ。敵疲れてるぞ。一気に畳みかけろ。ありがとう。スピードアップ。いいぞナビ。任せた。了解だ。出発せよ。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。伝説の魔王の物語を。早く。分かった。絶景かな。切り捨てる。弱く。わからく。この我が魔王が破れるというのか。終わりだぜ、魔王さんよ。待て、お前に世界の半分を。魔王の衣が、魔法の鎧が。いるな、いるな。あれが本体なのみたいだな。結局あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。まだだ、俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた俺が。まだ。お前はそれで満足か。人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当にお前が望んだものだったのか。本当のお前は何のために、何を欲して小説を書き始めた。俺は俺、うわあ、クソクソが。俺だってだ、俺だって頑張ったんだ。読んで読んで、寝る間も惜しんで読んで、書いて書いて、死ぬ気で書き続けた。なのに俺がそうやって必死に書き上げた小説は、夏目漱吾の孫が書いた小説に過ぎなかった。誰も誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を。あいつもこいつも上目に踊らされるクズばかり。認めろよ、夏目暗号の努力を認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたこと、俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前はその孤独と戦い続けていた。歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も何度も出版社に送った。その努力、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても戦いを放棄し去る者は多い。諦めず何度でも作品を生み出せる。それはどんなものより優れた才能だ。かつてお前は確かに戦い続けていた。それだけは仮初めの経歴じゃない。だからまた一から這い上がってこい、夏目暗号。まっさらなキャンバスにこそ描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前を、この世界にたった一人だとしても信じていてやる。クソガキが言いたい放題言いやがって。けど
嘘まみれの姿なんて。いらねえ。俺は必ず這い上がってやる。自分の実力でもう一度、必ず祖父の小説のような、多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を必ず書いてみせる。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。本当バカだな俺は。どうしてずっと忘れてたんだろう。俺が本当に欲しかったものは。鳥かごが崩れる。さあ脱出するぞ。